舞台、転校生でオーディション約70倍の倍率から選抜され、多くの映画、ドラマ、センチメートルに出演、2018年に水着グラビアに挑戦するなど、幅広い分野で活躍する女優の宮下加奈子さん。2021年10月スタートの吉高由里子さん主演の TBS ドラマ、最愛に出演するなど注目を集めています。宮下加奈子さんの経歴、プロフィール、出身高校、大学について、ドラマ、最愛やイラスト、ツイッター、インスタグラムについてなど、気になったので調べてみました。宮下加奈子さんのプロフィール、名前、宮下加奈子、本名、南かな、出身地、福島県いわき市、生年月日、1995年7月14日。年齢、26歳、執筆時。身長、162cm/B86 ウエスト59ヒップ86。血液型、O 型。職業、女優、所属、アミューズ、家族、妹が二人いる。趣味、読書、イラストを描くこと。特技、バレエ、チアダンス。好きな女優、原節子。好きな異性のタイプ、家族を大事にできて、目標に向かって頑張っている人、2018年1月インタビューより。経歴、宮下加奈子さんは、4歳から10年間クラシックバレエを習っていました。高校ではチアダンス部に所属。小さな頃から読書が好きで、大学は国語国文学科に通っていました。2015年公開の内野聖陽さん主演映画、隅の余白にエキストラで出演したことがきっかけで芸能界入り。2017年に現所属事務所アミューズに移籍。元廣克幸監督が演出を手掛けた平田織座原作の舞台劇、転校生2015年では、オーディションにおいて約70倍の倍率を勝ち抜いてキャストに選ばれました。2018年、ジャパン FM ネットワーク、JFN パーク、スマートフォンアプリケーション限定の FM ラジオ番組である、常松ゆり、宮下加奈子ガールズフィルムにて、アプリ限定ながらラジオ DJ を務めます。同番組では、同じアミューズ所属の女優、常松ゆりさんと初共演します。2018年、福士蒼汰さん主演の映画、曇天に笑う、でスクリーンデビュー。2019年、短編映画、テラリウムロッカー、で映画初主演。その他、映画、人間失格太宰治と三人の女たち、クローゼット、など多くの映画に出演。2018年、雑誌、週刊プレイボーイナンバーの、2018年1月15日発売、で、初の水着グラビアを披露、抜群のスタイルが話題となります。2019年、ドラマ、チャンネルはそのまま、北海道テレビ、で、主人公の同期の新人アナウンサー、花江牧役を演じ、連続ドラマ初出演となります。2020年1月、ドラマ、名古屋行き最終列車2020。第4話、ね、テレ、有村ルカ役。おはようございます、覚醒記。1月27日より連日放送中のシャープメーテレ、シャープ名古屋行き最終列車2020。今夜の回に出演しています、テレビ。24時18分からスタートです。放送地域の皆様。ぜひご覧くださいませ、ウインクキラキラ。よろしくお願いいたします。2020年9月、ドラマ、女子グルメバーガー部、テレビ東京、で、主演、近衛和美役。毎週金曜はテレビ東京夜0時52分、シャープ女子グルメバーガー部ですバーガー。まだ出演回ではありませんが、美味しいハンバーガーが毎回登場、しますので、ぜひご覧ください、ニコニコペロリ。写真は、グルメバーガー部個人活動。してきた時のモノバーガー。グルメバーガーの食べ方は？この撮影でマスターしましたキラ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 サングラスわら。2021年7月、テレビ東京系ドラマ、シェフは名探偵、第7話、山下しまし役で出演。2021年10月、
TBS ドラマ、最愛で、小島彩香役を演じています。CM では、ソントケア2020年、ソニー銀行2020年、レディオン2018から2019年などに出演。おはようございます。お知らせです。覚醒器。エディオンの CM に出演しています。ご一緒した中野あかなちゃん、後輩ちゃん役なのにすごくしっかりしていて、笑顔がとても素敵でした。撮影中、こんなに便利な機能があるのか。と驚きがたくさんありました。パソコンキラキラ。ぜひご覧ください。シャープエディオンシャープ中野あかなさん。10ページ、宮下かな子さんの出身高校や大学について&ドラマ、最愛、や Twitter、Instagram についても。高校、大学。宮下かな子さんの出身高校は、調べてみましたが有力な情報は見当たりませんでした。宮下かな子さんは大学進学時に上京しているので、高校は出身地の福島県内の学校に通っていたと思われます。高校時代は、3年間チアダンス部に所属し、部長を務めていたそうです。宮下かな子さんの大学についても、公表していないようで、どこの大学か正確な情報は不明でした。宮下かな子さんは過去のインタビューで、都内の女子大学の国語国文学科で学んでいたと話しています。大学の卒業論文では小津安二郎をテーマにしており、2018年3月に卒業しています。2018年1月インタビューより。ネット上では、宮下かな子さんの出身大学は和洋女子大学であるという情報がいくつか見つかりました。和洋女子大学について調べてみましたが、キャンパスが都内ではなく千葉県市川市にあることと、国語国文学科という学科はなかったので、宮下かな子さんの話と違うところが出てきます。都内の女子大学で、国語国文学科がある大学を調べてみたところ、京葉線千川駅近くにある白百合女子大学がありました。宮下かな子さんがインタビューなどで話している大学の情報をもとにすると、白百合女子大学に通っていた可能性も考えられるかなと思いますが、正確な情報はわかりませんでした。ドラマ、最愛、宮下かな子さんは、2021年10月から始まる、吉高由里子さん主演の TBS 金曜ドラマ、最愛に出演します。本作は、殺人事件の重要参考人となった女性実業家、真田梨央、吉高由里子さんと、彼女を追う刑事、松下洸平さん、弁護士、加賀健一郎、井浦新さんの3人を中心に、15年前のとある失踪事件から現在の連続殺人事件へとつながる謎に迫るサスペンスラブストーリーです。宮下かな子さんは主人公、真田梨央の秘書、小島彩香役を演じています。宮下かな子さんは、本作が初の連ドラレギュラー出演になるそうです。また、2021年10月23日に初日を迎える、ウォーキングスタッフプロデュースの舞台、手のひらに出演します。舞台、手のひら、チケット販売が開始しましたキラキラチケット。10月23日から31日、アット新宿シアタートップスにて、吐く息縛って毎日稽古頑張っています。感染対策バッチリでお迎えしますので、ぜひ足を運んでいただけましたら嬉しいですお辞に。自身のツイッターでは、一コマ宮下というイラストを描いていたり、日刊再造で映画コラム、宮下かな子と見るキネマのスターたちを連載しており、イラストや執筆など幅広い分野で活躍しています。心と体はつながってる、シャープ一コマ宮下シャープイラスト、宮下かな子と見るキネマのスターたち、今回は小津安二郎監督、晩春、描きました。イラストは、第1回目に描いた、幕臭からのリベンジ原節子さん。公式インスタグラムでは、宮下かな子さんのプライベートオフショットやイラスト、手作りお菓子、グラビア撮影の様子などが見られます。女優、イラスト、執筆など多彩な宮下かな子さん。
今後どんな作品に出演していくのか、これからの活躍も楽しみです。以上、宮下加奈子さんについて、でした。